身を食べた少女は、七沢またりによる小説作品。半券作品の二次小説を執筆していた著者にとって初のオリジナル作品。インターネット上の小説家になるをにて2012年3月7日より連載開始され、同年7月8日に完結。最終話の後書きで書籍化が告知され、同年12月15日にエンターブレイにより、 ウェブ掲載文に過失修正がなされた上下巻が発売された。本編完結後も小説家になろう、連載文の掲載は続けられており、書籍未収録の概伝が3話分発表されている。ムンドの応募大陸において勃発したユーズ王国とそれにアダナス王と解放軍が繰り広げる地にまみれた内乱。王と解放軍が物資調達をもくろみ襲撃した農村に住んでいた。 少女、シェラは、解放軍の兵士に殺されそうになった際、男に寄りついた死神の姿を見る。食欲に突き動かされ、死神を喰らったシェラは、解放軍への復讐、うまいものをたくさん食べるため、そして、三つ目の願いを叶えるために、王国軍に参加する。解放軍や帝国の将兵の首を打ち取り次々と功績を重ねるシェラだったが、 彼女の活躍とは裏腹に王国は敗戦を重ね、やがて内部構想により衰退の一途をたどってゆく。特定の書店では購入時に先着特典としてショートストーリーペーパーが付属した。死神を食べた少女上死神を食べた少女か七沢またりイラストをいただきました。七沢またりアマゾンで予約が開始、そして書籍版の話12、15発売。 死神を食べた少女の先着特典がもらえる、対象店舗一覧、EB、日四千 N4737T 職業は、何を勇者です。マイナスに、んぽっぽ七沢またり登場キャラの紹介、ありがとうございます。